これやな。卵白身が。どうしたんですか、白身。あ、田中坊。さっきご飯食べとって。はい。ちょっと話せば長くなるから、はい、もう簡単に言うと、はい、俺の動画見てもらったら分かんねんけど、はい、牛カルビ定食の、はい、牛カルビの上に乗ってた生卵を、はい、こう牛カルビの皿をこうやりながら、はい、ご飯の上に乗せて卵かけご飯にしようと思ったら、はい、卵かけご飯にしようと思ったらご飯がちょっとこう小盛りになっとったから、はい、穴つくってなかったから乗った瞬間にブリーってなって白身がドゥルンってなってで白身って連れていくやんみんな巻き添えにするやんか一切合切ねでズルズルズルってなってほんで最悪ここに落ちて白身がこれが一番最悪の結果ですねですあれですねほんまに反省ポイントとしては、うん、やっぱりご飯にポケットを作っとったらよかったんでしたっけねあれは卵ご飯にそう卵かけご飯の穴を作ってしたらよかったけどあれうまいこと乗ったと思ったのはい乗ってましたもんね乗ったと思ったらドゥルンって乗ってもう白身が、はい、茶碗の外にドゥルンって流れ出してもう流れ出したら止まれへんやん流れましたね全部連れて行こうとするんだよ君までちょっと連れて行かれたと思うの半気味になってましたねほんでお盆に落ちてうわーと思ってほんで布巾で拭いたら、はい、布巾で全部拭かれへんかって押された白身がドゥルンってなってズボンでドゥルンって落ちてもうドゥルンドゥルンドゥルンまだ週始めやのに、うんこのズボンの汚れは、うん、嫌な気持ちですねこれちょっとなはい、はい、ここはな喉かやなだからここどこか知ってますここはすごい喉かですね兵庫県のはい神月のパーキング神月神月僕もほんまにここもうナッカさん決めてくださいここの名前神月ですかね神月ですかね神月か神月かどっちか言うたらどっちが言いやすいですか神月そんな神月で今日は神月神月で神月ですこれお茶の葉そ誰か摘みに来る人おられますかお茶いや僕も存じてませんこれはお茶の葉ってどんなのなんか俺ら遠目からしか見えへんやんそうですね、うん、でも綺麗なイメージ山になんかお茶畑っていうのはい畑ますねわーってあるやんか、はい、でも近くで見たことあるからわからんけどさこんな感じさあ大丈夫ですか今かぶれませんでした全然かぶれ知らずかぶれ知らず俺漆にも強いそうなんですか、うん、漆枝が戦ってねここで戦ってる戦ってるってほらどっちが優勢ですか優勢なのはこっちの方が優勢やなそうですか、うん、しっかり入ってますね枝があってこれ見て、はい、枝の中穴開いてるでバイパスがある。バイパス。ほら、見て。なんか牛タン食べとったらこんな穴たまにない。いや知らないですもん。なんで牛タン食べとったら、はい、たまになんかこんな管みたいな穴あるやん。えそれあれじゃホルモンちゃいます？じゃ牛タン。牛タンですか？薄い牛タン食べてたら、はい、こんな穴が開いたとこがピュってちょっとピュってあんねやんか。はい、俺あれ見たら食べられるようなんねん。バイパスやから。ここなんか血管かなとか思って。でも多分そうですよね。血管ですよね。なんかこう牛タンこうペロってあるやんか。でもたまにちっちゃい丸く穴開いて、はい、こうキュッてなってるとこあんねん。はい。あれがなんか血管かなと思って、でもなんかあれ見たらなんか食べられるなる。見たらダメですね。まあでもそれが1枚目出てきたら、はい、ちょっと食べるけど。それが1枚目やったら食べるんですか。5、6枚食べてからでもうええわってなる。でもそうやって教えていただいたらこれいっぱいなんかそういうなんか穴ぼっこ開いてますね枝穴開いてねんな、うん、どういうことですかねほんまにこの枝のね中が開いてますもんね穴開いてんなまたあれですねめっちゃ穴開いてるなそれ言葉も選ばなあかんましたけど いらんこと見つけたっていうかなんかどうでもいいことではないですよね、うん、な蜘蛛の巣も張ったるし蜘蛛の巣もなんかあれやろ後ろのバックモニターバックカメラのところに蜘蛛の巣はそんな張れんけどはい蜘蛛がたまにピューって折るときないありますあれ嫌やなでもあそこそ結構ほんまにあるじゃないですか、うん、バックカメラね あそこ好きなんですかねバックカメラ好きなんですかなんか待ってくださいこれ何ですかねふんたかんなこれ絶対パンダが食べる笹やろこれそうですよね絶対笹やでパンダ食べてもこんなん
あれなんでこんなとこにここだけこんなんなってるんですかね。あるかな、ここ兵庫県の神津県昔パンダおったんですよ。一方入れんの刺さる。あ、ほんまや、ほんまや。いや、ここだけ、うん、なんか突拍子もなく、ポツンと。これ、マッタケちゃん。え？見てん、これ、茎。マッタケっぽくな。丁寧に見てますけどね。この辺、この辺、この辺。色が。ああ、色がね。色がマッタケっぽいやん。いやいや、タケノコっぽいって言うんじゃんか。これ、あ、タケノコ、タケノコ。マッタケちゃいますね。タケノコ、タケノコ。これ、タケノコじゃん。タケになる。でも、笹っぽいですもんね。笹は竹の赤ちゃんですもんね。じゃ、これほんだら竹の子ちゃん。これこのまま放置しとったら竹の子になるんだ。竹の子になるんちゃう。ひょっとしたら噛みつきはあれじゃ、竹の子の産地ちゃう。かぐや姫ですね。いやいや、わからんけど。いっぱい竹の子いっぱい入ってる。なんかあれやんな、はい、なんかアプリで、はい、草とかこんなパッて写真撮ったら、はい、これは何ですって出たらいいのにな。あ、でもほんまにそういう、なんかあの、ハイカーの人らとかそういう、なんか、便利そうですね。え？誰？誰が？いやいや、ハイカーの人ら。ハイカーって誰？なんかあの、山登りされるような方の話を、なんかちょっと勝手に想像して。山登りの人ってハイカーっていうの？ちょっと首かしげましたけど。でもこんなパッて写真撮ったらな、これは何ですって分かったよ、みんな。分かって何するんですか、中さん。あ、そうなんやーって。絶対そうだろ。中さん、あれですか、どんどん今、あの、草花にもなんかこう、興味が出てきてる時。全然。全然。全然。何やろうね、もうこれ。いっぱい生えてる。でもなんか、すごく、あの、心地いいですよね。ここな。はい。ああ、今日はほんまに疲れた。ああ、いいですね。でも疲れてドライバーってはドライバーはこうやってパーキングに降りて、ドライバーってほんまにこうやって運動するんだよね。え、あの疲れた時はこうやって休息で降りてきてはすごいいい映像ですねこれ。なんでやろ、いい山にストレッチしたら、はい、さあ行こうかーってなる。最高かーって言うて、中さんでもほんまビューンって行っちゃいません。最高かーって。今日帰りやで温泉入ろうかな。え、そんな余裕あります？お風呂は入る。お風呂に入る余裕は。帰りやで入ろうが、はい。天神屋で入ろうが一緒や。中さんは、そんなして、帰り屋に行ったら、なんか、あの、たっぷり長い間入ろうっていう、そういう、あの、頭の回路にはならないですか？温泉行って1時間2時間楽しもうはないわ。ないんですか？30分ぐらいでザッと上がる。それは天神屋と一緒の感じですね。あの天神屋やったらもう10分やけど、もう5分ぐらいで上がる、洗える。最後まで使おうっていうあれはないんですね、その時間に。いや、だいたい全然混んでなかったら使うで、はい、でももうブワーって並んでて順番来て入るやん、はい、ほんならもうほんま5、6分でもう2、3分残しててもう上がる。あれですね、その2、3分次の人が使えたりするんですか。あれは使える。だから逆に俺がある時あるもん。3分残ってる時あるもん。聞きに行かないですか。あ、3分ありますよって。いやいやいや、パッてもうだってもうパッて分かるやん。はい、もう出ていったってね。パッて入ったら 3分あるってなるやん。あ、3分ある、お得ですね。よっしゃ、絶対3分で洗い切ろうってなるもんな。ならないですよね。ほんで前、はい、ちょっと前これ動画で言うたかもしれんけど、4分余っとって、はい、4って言うとよっしゃーと思っとったら4秒やった、はい、それおもろいっす。4秒で終わった。4秒かみたいな。やっぱあれですね、うん、気づかれもしましたけど今日は、はい、昨日は、うん、そのなんかすごいあの嬉しいことあったでしょ、うん、なんすか、どこにマーキング、マーキングじゃないですか。これ見て、施工者大阪電気法案協会。法案協会。法案ちゃうな、これ。暖房やな。大阪電気暖房やな。こんな、あれですね、名前の、あの会社があるんですね。でも見て、昭和50年できてんだよ、これ。俺46年生まれやで。俺の4歳、後輩。後輩。共にですね、うん、ちょっとしっかり映しておきますね。でも、うん、手直ししてますかね、これ。この辺手直してるかもしれんな。しっかりしてますね。なあ、ちょっと上。なんかでもこれ見て、ロケットみたいな。なんか。これ。
溶接ではないですか。やっぱ安定するんやろうな。あ、この貼り方ね。うん、これが安定するんだよな。電柱ってこんなんちゃうもんな。丸いのがズボンって入ってるだけやもんな。それもあれは埋まってますもんね、地中にね。これはなんかやっぱりナットで止めてるって感じですね。こういうな、はい、4点でもこれし緩まんように、これやっぱダブルナットですか。ダブルナットはなんでそうな、僕わからないぞ。これ緩まないようにですか。緩まんようにちゃうの。でもちょっとなんかこれ嫌ですね。この面がずれてるじゃないですか。こっちは綺麗に面が2段一緒なんですけどね。怪力の人が閉めたんですね。です。これはこれ出たの電柱。電柱だ。電柱じゃないな。これ何？電灯？電灯ですね。ここでずっと中さんより4年後からじゃあ、見て照らし続けてきたんですね。これ何ですか？16やで。あ、俺今から住之江協定2連単で16ばっかり100円かけるわ。今から始めるんすか。住之江協定多分今日昼間やから、今日あれだよ、今日一日こっきりにしません？今日一日こっきり。あ、よかった。16にかけてみます。はい、すごいですね。思い出しましたね。こういうのは結構大事やな。こういうことですか。ギャンブラーって。なんかギャンブラーやったんすか。こう見えてギャンブラーよ。じゃあ、はい、住之江協定、じゃあ1000円入金します。はい、その理由はなぜかというと、はい、ここ住之江が、はい、今から3レースから始まります。見ていいですか、うん、これ3レース16時20分やから、あと4分後に3レースが始まるんです、はい、ということで今から2連単、はい、2連単で16ばっかりかけます。全然わからんけど、今3レースな、3レース、はい、1、6、OK ですか？はい、なんかあの画面には映ってますけど、僕はこれ全く分かってないです。あ、ごめんな、これ3連単やったわ。通常投票で、ちょっと待ってな。あ、もう、あれですか、住之江、はい。あ、ここ、2連単。2連単ね。2連単で。16やから。16でいきます。はい、1、もう B1 やで、絶対この差そう。そうなんすか。これ100円かけて来たら63倍、6300円になります。やば。じゃあ100円かけます。よろしくお願いします。はいはい、これで3レース住之江3レース16かけました。はい、結果はいつで分かるんですか。んもうこれは今、もう今からあと3分4分後にはもう発送される。3レースはな、はい、次4レース、はい、今から12レースまで全部かけるから。あ、そうなんですね。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、10、10、1000円ね。100円で16ばっかりかけます。これはあのそういう斬新なかけ方ですか。結構ありがちなんですか、そういう。いや、俺はなんかパーってトイレ入って、はい、便器に4って書いとったら、はい、4から買おうかなとか。4とか見たら僕不吉なことしか思わんですけどね。マジで。あ、幸せの4かな。次5レース5レース2連単16。たまにね、さっき見たらハートとかあったんですけど、うん、女性あっハートって女性。あ、じゃあ、うん、ハートってハートは女性なんですね。次6レース2連単これ6レースです。100円、これなんか今日買ってそうな気する。1000円でも、まあ、どっかでそれこそ6000何本とかポンポンってそんなんか当たれば一気にあれですね、元通りですね。元通りどころか、元通りじゃないよ、もう儲けてるよ。儲けますね、うん、1000円やから10倍以上になったら儲け。7レース16。ギャンブラーとして今までどんだけ儲けてきたんですか。うん、全然赤字。赤字。ギャンブルで儲けようなんか考えたらあかん。楽しんでるんですよ今。いや、これ真剣勝負で。どっちこれ。どっちなんですか。これ真剣。16、いや今ここに中さんと16が並んでいます。8レース100円、まだまだいきます。9レース2連単じゃあもうキーホルダーとか、はい、ほんまに大変やった。作ると思ってキーホルダーわーって、今日も俺先であれ2個あげて、はい、積み地で1個あげて、
それ大変ですね。キーホルダーだけがバカにならへんの。僕もなんかちょっとあの知ってるがゆえに、うん、ほんまに。はい、10レース100円。なんかさん、うん、ちょっとここは、うん、ハゲてきてますね。今度、うん、塗っていいですか。もうこれ新品やで。オークラブルー。はい、次11です。2連単。ここの後ろのこの大倉路地のこの字も、うん、結構ね、うん、剥げてきちゃうんですよね。そうな。ペローンって今。はい、11です。かけました。倉路地になっとる。12です。2連単。結構10レース分買うって大変ですね。10レース分な。はい、10レース分ですよ、うん、10回打ち込まなあかんのでしょ。そうそう。はい、完成。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12レース、住之江協定。はい、16で100円かけました。はい、これで結果お楽しみです。なんぼになるか、結果は明日発表します。はい。うわ、やばいわやばいわって。だってもうあれで6倍、1と6が来たら、はい、大体もう絶対30倍ぐらいなんで、そもそもが、うん、1と2やったら3、4、5倍とかやけど、1、6来たら20倍絶対あるで。それぐらい一番、うん、1に6が来にくい、来にくいってことなんですね、うん、そう。だから1、6来て、はい、20倍ぐらいのが3つ来たらもう40倍。やばいですね。4000、やばい。もう4倍やで。ボロッカッチじゃないですか。やばい、やばいわ。こう来たら、あれ、なんかバナナソフトクリーム今度買ったら。いや、ちょっとバナナソフトクリームやったっけ。ひまわりです。あ、ひまわり。全くそもって違う、違うんで、もう言葉が出ませんでした。バナナね。ということで、はい、もうあれ行くわ。もう行く。なんか歩き始めた時点でそうなんかなってちょっと思ったんですけど、はい、そうなんですね。これ俺が食べた雪みたいなのスティックやわ。あ、なんでそんなとこに。いや、先に。お、あれ、なんかちょっとお待ちください、はい、今気になるもんが見えました。ポケットから、もう一回。ポケットからキュンです。キュン。ポケットからキュンです。出し方むずいですね。これ、これですよ。すごいじゃないですか、これ。ゴイゴイスだろ。ゴイゴイスですね、これ。これはあげるもん、あげる分じゃないんです。これはこれもメルカリ専用です。すいません。そう、もう一回、もう一回見せてもらう。これいつのやつですか。これは5225。これすごいですね。いいやろ。めっちゃしっかりしとるし。いい。うわー、いいですね、はい、マルセン取ってよ。あとマルセン取って。これなんか向こう、なんかカメラ撮ってる。カメラ撮ってる。いいです、いいです。ちゃんと消すんで大丈夫ですよ。僕ら消しますね。どうもすごい。やっぱあれですか、見たらすぐ分かっちゃいましたこれ。ずっと見てるんだ。そうなんですか。はじめまして。今日はある時なんで、もうシールとペンと、もう器用だと。はい。まあそういえばあれですね。あれ見る？そう、何か見せてくれようとしてたんです。あれ見る。すいません、すいません。昨日ね、これメルカリ出したんで。仕切り直しです。はい。よし、よし、よし。もう、俺。早く出発したいのに。ね、すいません。あれですね。ん？坊ちゃんが3つおれば、メガネも3つありますね。そうそう。これ、カバン。あ、すいません。あ、カバン、これが。これな、はいはいはい。なんかすごい量です ね、うん、このカバンを、はい、昨日ジュミリーに作ってもらいました。おお、ジュミリーっていう方がおられるんですね、うん、ジュミリーっていうあの制作してる方、はい、がいてて、これいいやん。もうこれはどうなんですか。これめっちゃ可愛いやん。めっちゃいいですよね、うん、これ中さんが背太郎とはどうなるんですか。これでももうあかんやつですね。ほんで、昨日ジュミリーが傑作作ってくれました、はい、傑作。どれは、はい、いつもミニティーとか多いやんか、はい、これはデカティーやね。デカティーね。どんなんすか。おじゃーん。うわーこれめっちゃいいやん。わ、すごいぜ。これめっちゃ良くない。めっちゃすごいぜ。はい。あ、ほんぽなっか。あ、書いてますね。まあ、これだえすごいぜ、この団子。これめっちゃいいやん。わあ、すごい。これはどうなんですか、中さん。え、
なんかさんが切るんですか？これ、はい、いやどうしようかな、悩んでんねん。悩んでるんですか、はい、これ第1作目、これ第1作目、はい、もう10ミリ作1作目ですね。やばいっすねこれ、これやばいな、やばい、これめっちゃやばいなこれ10ミリ作、うん、ほんであれですか、んこれは中さんがこういう風にしてくれって言ったの、デザインはデザインぼんやりと言うて、ぼんやりトラックが大中小でなんか重なるような感じでちょっとできませんって言ったら、はい、ちょっと作ります、すごいですねこれ、行ってみます、お、お、あの50号が4ついます、かっこいいです50号が4つあります、はい、こんな感じです、はい、どう、50号4つです、いいな、めっちゃいいと思います、はい、めっちゃかっこいいです誇張しすぎてます50号が誇張しすぎて、はい、これは、はい、多分これはメルカリ行きです、メルカリ、なぜかというと、はい、僕のキーホルダー代を稼いでもらってます、はい、あこの子で、あのこの子らが、いやすごいですね、でもそう、あとは、はい、もういつも通りミニ T シャツとかもあります、こんな感じ、ミニ T、 あ、かわいい、あ、ほんまにミニですね、うん、これがミニバン、田中坊に着せるタイプ、あ、これ僕一個かっこいい好きですね、打ったのか、お願いします、さらっと言われた、ほんで、はい、田中坊の方のメルカリの方で、はい、本舗なんかとのコラボ T シャツもうすぐ発売されます、いやもう僕がやけど今、いや、ほんまですかって言おうとしたの、ほんまですか、うん、コラボ、ジムリーが、はい、コラボしていいですかって言うから、はい、あ、いいよいいよって言って、そうなんですね、はい、なんかめっちゃ楽しみです、はい、ちょっと僕はあんまり想像もついてなかったんで、はい、です、もうジムリーありがとうございます、ちゃんとここに請求書も入ってますちょっとリアルですね、きっちりしてるわもうそういうとこちゃう、そういうとこですよね、はい、やっぱりあれですね、ただほど怖いもんないですね、これカバン、はい、今日これもらったから、はい、発送するわ、あ、そうなんですね、うん、発送するでもさ、明日は明後日のが無理やけど、はい、近々発送します、もうこれ請求書とかもうほんまに嫌はって、はい、ため息漏れました、はい、ちょっと見ましょうか、いやいやもう分かんのっすか、そう合ってるんかなです、はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました、こちらこそありがとうございました、まあ今日隅の京で、はい、記録来るように応援してください、応援ですね、応援してください、これ応援止まったら、はい、隅の京で162連単、はい、来てるか、今度も僕出発します、はい、では後ほどお金渡して追いかける、お金渡してなんでお金くれるんですか、シールこれ作ってくれた、あ、そのそのまあ俺が今度渡す、はい、あ、はい、じゃあ今度ジミリーペイペイ振り込んどくわなんかさらっとしますね、はい、じゃあよろしくお願いします、行ってきます、はい、行ってらっしゃいです、お疲れ様です、二の腕プルプルしてる、してますね、プルプルしてる、なんでですか、ちょっとギュッとしてください、ああこれ真剣ちゃいますね、うん、ごっつ白いんやけど、なんか弱そう弱ちょっと弱そう、いや今日ほんまに色が、うん、ちょっとまだ足りてないですね、あれコナンの、はい、ほらランちゃんおるやん、コナンの、あ、はい、コナンに出てくるあのランちゃんおるやんか、はい、あのなんか絶対走るときにこうやってそんな可愛い走り方なんですか、なんかこんな感じで走ってる走りにくいけどな、どっかおかしいですね、買ってくるねって言ってます、いやもうそれぐらいはしゃいでるんですね、です、あ、何だから あれでしたね、 あのこちら、うん、ここは、うん、神月の上り線になるんですよね、
これ上り上り。下り線はあっち、あちらになるんですね。あれが下りやな。下りの方には、はい、あれでしたね、はい、あれってあればっかりと。万州ギガ屋敷さんの、はい、のです。お父さん、はい、がです。です。では退場です。です。僕もあれはなんかもううまいこといけば、え、もちろん、はい、じゃあ行ってきます。はい、バイバイ、行ってらっしゃいです。また気使うだけやないですか。久々にこのシーン見た。あのモロコッツー高鳴ってます。もっと高鳴る。もっと。いやちょっと見えてないです。もっともっと高鳴りましたね。でも普段はこれぐらい。あお。え、高くなったら何センチぐらい上がったんですか今。いや今目線がこの辺やろ。はい、上がりますね。目線がこの辺、これぐらい、これぐらい上がる。フロントガラスにかぶっちゃいますね。あ、かぶってる、かぶってる、かぶってる。いってらっしゃい。日本立ちが吹いてますね。最後置いてきぼりです。いってらっしゃい。曇り空、僕はもうすぐ出発できるかな。ではポチッとしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ポチッ。